デビュー20周年を迎える木村カエラがデビュー20周年を記念して10月26日土曜日に約12年ぶり4度目の日本武道館ワンマンライブを開催することが決定した。ワンマンライブのタイトルはカエラプレゼンツ GOGO K&2024-20YEARSANIVERSARY マイマス。デビュー20周年を記念するメモリアルな公演となっている。さらに日本武道館でのワンマンライブを記念した20周年新ビジュアルも公開。日本武道館のシンボルである屋根の上に置かれた擬宝珠と似ていることから、木村カエラが玉ねぎを頭に乗せた斬新なビジュアルとなっている。カラフルでポップ、そしてキュートで独創的な木村カエラにしかできないアートワークをご堪能いただきたい。また毎週金曜夜11時より放送中のアベマオリジナル結婚ドキュメンタリー番組私たち結婚しました、この主題歌ダリアが4月10日水曜日より配信リリース決定。結婚モキュメンタリーとして芸能人同士の期間限定の結婚生活に密着する当番組のために木村カエラが作詞を手掛けた最新曲ダリア。花言葉に感謝豊かな愛情という意味を持つ白いダリアをタイトルとする今作は、お互いを思いやることでどんな感情も愛として享受する大切な人に伝えたい気持ちを表現した一曲だ。木村カエラコメント。皆様、私の生きがいである歌を20年もの長い間応援してくださり本当にありがとうございます。スタッフの人に記念ライブはどこでしたいと聞かれ、すぐに私は日本武道館でしたいと答えました。40歳になる誕生日の近くでやりたいと言うだけ言っちゃったなあ。でも夢は声に出していかないとな。なんで思っていた矢先、誕生日の2日後という奇跡的な日に日本武道館を抑えてくれたと聞き、涙が止まりませんでした。応援してくれたみんなのためにも、ずっと支えてくれたスタッフのみんなのためにも、絶対素敵なライブにします。12歳から始めたカットモデルや読者モデルのお仕事も、幼い頃から歌手になるという夢しか持ったことのない私が夢を叶えるために選んできた道でした。セブンティーンサクサクサディスティックミカバンドプロデュース101、いろんなところで素敵な出会いがありました。常に新しいことに挑戦し続けることの楽しさ、過去、現在、未来、すべてを巻き込んだ特別な日、その瞬間にぜひ足を運んでください。2024年10月26日アット日本武道館、集合してくれるとすごく嬉しいです。祝成人ライブイベント情報、カエラプレゼンツ GOGO K&2024-20YEARSANIVERSARY- 公演日、2024年10月26日土曜日、会場日本武道館、会場17時開演18時。チケット情報詳細はこちら https://kaela-web.com/gogokaela2024。